倉岳の山頂直下です。山頂直下ですけど、周り暗くて何も見えません。天気が良ければですね、非常にいろんな景色が見れたんでしょうけれども、今はもう山頂の上ガスっちゃってて何も見えませんね。こんな感じで真っ白です。変な登頂になってしまいました。以上です。乗鞍岳の頂上小屋です。頂上直下です。まだ雪景が残っていてですね、雪が、結構ありますね。頂上直下をちょっと歩いて行きたいと思います。まあ、あいにくガスっちゃっててですね、もう上空もう雲の上なんですけど、全く何も見えないです。大雪渓のバス停のとこまで春山バスで来てですね、で登頂までだいたい頂上まで1時間半ぐらいですかね。そんなにきつい山じゃないですね。麓から登ればもっと一泊小屋掛けで登る山なんですけど、大雪渓から来るともう今の時期だと軽アイゼンがちょっと必要だって言われたんですけど、私普通のこんな登山靴で上がってきて、でつぼ足で雪渓も歩きましたけど大丈夫でした。稜線が乗鞍の頂上の1個前のピークのところまでこんな具合で稜線が続いていて、まあ、山としてはですね、非常に気持ちのいい山ですね。独立峰であって、これ雲じゃなくて雪渓です。頂上直下の雪渓です。つまずいちゃった。気持ちいい。ガスってます。ガスの猫ちゃんです。あ、天気良かったらな、もっと気持ち良かったんだけどな。まあ1時間半ですね。まあ岩稜をちょっと歩くんですけど、まあ本当に普通に
会社通勤とかしてる人たちでしたら全く何の苦もなく登れる山ですね。私はストック使った方がいいと思いますので、ストック持ってなしましたない山だし、ちょっと乗鞍の一個手前のピークの方に向かってみます。ここで 2980m ですね。まあいいんじゃないでしょうか。まあ、こんな具合でですね、下っていきたいと思います。あー気持ちいい。それではごきげんよう。またさようなら。